パラミデスの遺跡に凶暴なゴーマが居座ってるから近寄るなって清涼からお達しが出てるよ。そのゴーマは仲間を呼んじゃ共食いしてどんどん凶暴になる特殊なやつでな、タイマシ様もかなり手こずってるらしい。あんたたちも近づかない方が身のためだよ。共食いして凶暴になるって孤独かな。仲間を呼び寄せて食らう。そのゴーマは本能的に孤独を行っている可能性が高いな。仲間を喰らってでも強く生きようとは一周半回ってすがすがしいゴーマじゃの。一周半の半って何よ。関わり合いたくないが関わってしまうやもしれぬ、そういう悩ましさの表現じゃよ。孤独を重ねているならかなりの強敵だろうな。そいつをベルベットが喰らえば強い力を得ることができるかもしれん。けど危険だよ。戦うべきか戦わざるべきか、何周回っても悩ましいな。
よかった。あんたたちはまだ私の中にいたのね。痛くているのではありません。あなたに食らわれて仕方なくです。悪いけど謝らないから。私たちを四聖主に捧げるために探していたんでしょ。そうよ。それも謝らないわよ。構いません。謝って許される罪などその程度のものですから。そうよね。己が身勝手さを自覚していることだけは褒めておきましょう。覚えておくがいい、最下の剣手。僕は何度生まれ変わっても同じことをする。私もです。ええ、私もよ。今何か夢の話よ。自分の業の深さを思い知ったわ。ベルベット、前から話したいことがあったんです。そのあなたたちクーマとライフセットのことですが。気づいたのね、カノヌシ本体との関係に。はい。実際にやってみなければどうなるかわからないことですが。あんたが悩まなくてもいいわ。前にも言ったけど、悪いことは全部最下の剣手のせいにしとけばいいのよ。勝手に一人で背負い込まないでください。こんなことになったのは大魔師の責任でもあるんです。だからモアナたちのことは私が考えます。でもライフセットにはあなたが。話はそれだけです。どっちが勝手なんだか。けどちゃんと伝えなきゃいけないわよね。よかった、ここは鎮静化してないよ。ミオを運ぶぞ、手伝ってくれ。おい、聞いてんのか。あ、悪い。なんか頭の中を引っ張られるような感じがして。最近そんなことを言ってるやつが多いな。しっかりしてくれよ、ったく。正確にはまだというところね。急いだ方が良さそうじゃの。ベミック、モアナとメディサの領域から出るなよ。クーマはカノノシの一部だ。ある程度は鎮静化に抵抗できるはずだ。了解。副長たちこそ気をつけて。キララオス火山はノースガンド領の北端じゃ。ここからまだだいぶあるぞ。途中で補給をしたいところだな。火山のふもとにメイルシオという町がある。海に面しているものの、近頃は流氷が押し寄せて雪原できん。だが陸路からなら入れるだろう。ノースガンドだけでなく大陸全体で寒冷化が進んでいるようですね。寒冷化、カノヌシの沈めの力が関係してるのかな。それとも四聖主が眠ったせい。どちらの可能性もありえるが、考えすぎるとことの大きさに寒気が増すぞ。そうだね。けどどの道目的は変わらないわ。まずはメイルシオに向かいましょう。
都から戻り寮の仕事を継いでくれる。確かにそれは俺の夢だった。だがこんな原始的な寮を続けていて本当に世のためになるんだろうか。親父、何言ってるんだよ。その話はもう済んだじゃないか。お前の勉学の成果は国のため人のために役立てるべきだ。それが断りというものだ。あのお父さん、様子が変ですね。漁業を発展させて国の食料事情を安定させるために俺が学んだことが役に立つって親父も納得したろ。そうだったな。しっかりしてくれよ。浸水の飲みすぎじゃないのか。晩酌程度の浸水どうってことがあるか。疲れてるんなら今日は俺だけで寮に出てもいいよ。冗談は顔だけにしろよ。まだまだお前一人に船を任せるわけにはいかんわい。おとぼけ漁師の父さんは愉快で不快に記憶な陥落。まどろませるは神のご加護か浸水か。船乗りが浸水で潰れるのは船酔いするのと同じくらいの大恥だ。業深き罪人よ、懺悔なさい。はい、私ですね。いえいえ、大魔師様には懺悔することなどないでしょう。本当に懺悔すべきは聖堂で言いたい放題言う罰当たりな輩どもで。いいえ、悔い改めたいことは山ほどあります。以前の私は聖霊の断りと正義を無批判に信じ込んでいました。自分の頭で体で感情で判断せず、ただ与えられた答えに甘えていたんです。聞く。真実も知らないくせに高みにいるつもりで権威を振りかざしたこともありました。聞く聞く。私自身他人にお説教できるような人間ではなかったのに。くー。でも懺悔はしません。聖主に許しを請うては同じ過ちを犯してしまう。私は私自身の意志に従って過去の過ちと悔いを取り返すよう努力します。お願いです、大魔師様。
どうか私に懺悔させてください。え、なぜ司祭様が泣いているんですか。例の実験に使っていた精霊とうとう壊れたぞ。なあ、巨大な合体精霊を作る計画のか。もともと無理な話だと思っていたが、実験の結果醜い姿になっていたが、封じていた意志も砕け完全な化け物になった。そうか、処分するしかないな。ああ、ひとまずフォルディス遺跡に隔離した。開発中の精霊術の標的として再利用する予定だ。貴重なデータが取れそうだな。どこまでも精霊を利用する気か。アイゼン、余計なこと考えてないでしょうね。何が余計だ。壊れた精霊に引導を渡してやろうって考えがよ。余計かどうか、やるかどうかは自分で決める。アイゼン、大魔士たちはその精霊を使って新しい精霊術のデータを取るって言ってたよ。術が完成したらきっと僕たちの不利になる。それを阻止するのは余計なことじゃないよね。あんた、私の扱いがうまくなったわね。事実を言っただけだよ。助けに行くわけじゃないわよ。ああ、元よりそのつもりだ。お仕事終わったらみんなで手長ガニの鍋大会だよ。寒冷化が進んで手長ガニの生息域が広がっている。お仕事頑張ってね。カニばかり繁殖すると他の漁に影響が出る。ん、あの人。お父さん、なんか変だよ。すまんすまん、なんだか急に頭がぼーっとしてしまったみたいだ。船の上でぼーっとしてると海に落ちちゃうよ。ああ、そうだよな。気をつけないとな。頑張ってね。あのお父さん、様子がおかしかったね。きっと沈静化の影響がこっちにも出始めてるのよ。俺たちは流れ者のあいつをこの町に受け入れてやった。それなのに盗みを働いて喧嘩ばかりして船を盗んで逃げていきやがった。うん、それを見逃してやった自分も同罪だ。不正には厳しくあるべきなのに。相変わらずエラビーサにはならず者が流れてくるんだな。え、今何か話しましたか。自分が言ったことを覚えてないのか。はい、変なことを言ってませんでしたか。お前は割といいやつだって話さ。え、あまり自分を責めないでくださいね。え、you
せい、えっ、はっ、ざん。いつも通りね、あんたは。ん？そうか？自覚のない自然体、無の境地って言うんじゃない？そういうの。そんな風に見えるか？だが残念ながら真逆だ。憎悪も迷いも自信も苛立ちも次から次へ湧いてきやがる。そういう業を切り捨てるために剣を振る。前は俺もそう思ってた。だがそんなの無理だろう。いや、たとえできたとしても今の俺は自分の業を捨てたくないんだ。しぐれを切りたいって思いを捨てたら何のために生きてるのかわからなくなるから。もうさ、邪念も意地も業も矛盾も全部ひっくるめて俺なんだ。だから俺は俺という業と技を研ぎ上げて自分だけの剣をつかむ。きっとそれだけが矛盾を超えるしぐれに勝つ方法なんだ。自分だけの剣、しぐれはそれを掴んでいるのね。ああ、あいつだけじゃなくお前もな。私が自分の剣を掴んでる？そうさ、だから俺も負けん。お前から受けた恩を返すためにもな。あんたの剣、私も見せてもらうわ。次も頼むわよ。エルノア・ヒューム、行きます。寒くなってるデュフ。確かに以前は肌寒い程度でしたが、今は体の芯から冷えてくるようです。僕が温めて。結構で。おや、くしゃみが伝染したるのか。プシュー。サブー。こ
ここがこれほどに寒いとなると先の外部力表地が思いやられるの。キララウス火山に続く氷雪地帯よね。そんなに寒いの？俺も修行で何度か山ごもりをしたが、雪も多いし人間にとっちゃなかなか寒い場所だろうな。うくしゃ。なんであんたがくしゃみをしてるの？ゴーマは寒さなんて感じないでしょ。いや、今のは雪が鼻に飛び込んできて。くしっ。お前もしているじゃないか。風で髪が流されて鼻がくすぐったかったのよ。でも僕が読んだ古文書にはガイブルクのあたりはあまり雪は降らない場所だって。火山から流れ出たマグマや地熱の影響だな。古文書には平原と記されていたはずだ。うん、キララウス火山は噴火活動も活発で温泉地としても人気があったみたいだね。だが今では。なんだ、どうしたの？みんな待ってるんじゃない？あんたたちのくしゃみを。そうです、この流れはいわゆる天丼です。景気のいいのが欲しいところじゃの。ごめん、くしゃみ出そうにない。今度くしゃみ練習しておくよ。やれやれ。
つが例の実験精霊か。なんで牛の頭なんじゃ。気をつけて、暴走してるわよ。今止めてやる。僕が守る。全然ダメよ。ナナの肩、襲撃一刀。この距離なら外しません。ゼロの肩、吐く。ラッパイムシールを吐けよ。セイントバブル。捕らえられまい。効果的だ。ロジック。決めます。決めます。スパイン。効果的。スパイン。効果的。決めます。スパイン。効果的。ラッパイムシール。決めます。四の肩。決めます。やれやれ、巨大牛でも作る気じゃったのかのう。声量も大概じゃわ。どうやら外見まで改造されていたようだな。すみません、なんてひどいこと。非常な実験が許せんわけじゃない。自ら望んだならそれも一つの選択だ。だがこいつは自分の意志を封じられ、物として使い捨てられた。俺はそれが許せない。そして聖霊は無数の精霊に同じことをしていやがる。火が入ったようね。来た甲斐があったわ。火ならずっと燃えているさ。自分の流儀を貫くと決めた時からな。
北の町メイル潮まで、もうあと少しだね。そのメイル潮を抜ければ、いよいよ決戦の地、キララウス火山だ。寒いとは聞いていましたけれど、本当に寒いですね。地脈融点で四聖種を復活させれば、この気候にも変化が現れるはずだ。わしらが生きておる間に、どれだけ暖かくなるかはわからんがの。急ぐわよ。どんなに過酷な寒さだろうと、険しい山だろうと、進むしかない。四聖種を復活させるまで足を止めるわけにはいかないわ。